はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、前回やったあの Python API 2.0入門編なの c ロー o s e s t ン Point の取得の応用編をちょっとやってみようと思います。で今回やることは、まあ、一旦見せたの方が早いと思うので、やっちゃいますね。Chroses to Point を使って、この一番近い頂点、こ,のこっちをターゲットメッシュとして、ここで選択した頂点で、 一番近いポイントにスナップさせるっていうのをやってみようと思います。まあ一回実行してみると、こんな感じでくっつくっていうとこですね。で、これだとコンバインして、マージしたらおしまいっていう感じになりますっていうのを作ろうと思います <laughs>。マージまではやんないんですけど、このスナップだけですね。例えばこう、例えばずれる。 まあこうなるとどっちに行くかわかんないですけどね。このポイントはこっちなのか、こっちなのかみたいな、こっちなのかなとか。微妙なところはあるけれども、結構独立してモデルを作って繋ぐとかやると思うので、あ,あ、こっち行きましたね。まあずれてても大丈夫だし、まあ例えばこう、うん、これだとちょっと予測が、まあ、うん、どの辺に行くのかな。わかんないけど、まあこんなことはあんまやらないですけど、 まあこんな感じで。一旦くっつけて、で、あとで、まあ、ちょっと微調整。っていうかまあ、スピードは速いですよね。まあ、ちょっとこれ怪しいな。うん。例えば、リグのケージとか、ウェイト用のローポリのケージとかもこうやって、一旦ローポリで腕とか作って、最後マージするっていうのがあるので、まあ、こういうスナップツールはかなり重宝するっていうところですね。 これはあの、クローゼストポイントを使って作っていこうと思います。じゃあ早速最初からやっていきましょう。はい。で、これがあの、前回作った、んこれ、ブログにも貼ってあるコードです。これをまず、関数化して使いやすくします。で関数化は簡単で、えー、引数を、まあ、これにしたり、これにするだけなんですけど、 っていうのをちょっとやります。def、ちょっと、get closest vertex point。で、この in ポジションちょっと引数にしましょう。入力に、えー、頂点1。で、ターゲットメッシュも出しちゃいましょう。で、この in ポズはここから受け取るように、引数で受け取るようにしたので、入力頂点は消しますと。 で、このインメッシュもこっちで受け取るようにしたので、ここに入れますと。ああ、入ったかな入ってない。えっと、インメッシュ。インメッシュ。うん。で、一回ちょっとインデントで。で、このセットしてるんで、このクローゼストバーテックスポジション。これも消して、戻り値で返します。このクローゼストポイント。 うん。で、これで完了です。うん。あ、見えない。えー、っと、これでち。ちっちゃいけど。うん。はい。でこれで完了したので、ちょっと、えー、使ってみましょうか。よいしょ。ロケット、クローゼット、バーテックスポイントで。うんと、ちょっとロケーター作って。 ロケーターのポジション、インロケーター、ネテプリケート、アウトロケーター、うん。で、このインロケーターの位置、インポーズを、シムデックス X フォーム、インロケーター、ティーゴトルクエリ。 うん、で、これでポジション取ったので、ここにインポーズ入れて、これターゲットにしましょうか。ターゲットシェープ。で、クローゼストポーズ。実行。で、中に入ってるんで、これにアウトロケーター。ー CMDXX ホーム。 アウトロケーター、t イコール、えーっと、クローゼストポーズってやると、ま、関数化できましたね。ここで。っていうのができるようになりました。なので、あとは、このインポーズをこの頂点位置にして、あとは、フォーブンで回せば、もう完了っていうところ。 ですこう選択して例えばですよで CMDS じゃなくて LSIII するクルまあフラットこれで取れるんでえー、っとバイテックスしょうかで r v t x i n v t x 図えー、っと VTXCROSEST これで、一個一個、もう、取れますね。クローゼットポジションが。えー、っと、これか。うん。で、あとは、自分自身に、の t に、えー、vtx。えー、っと、これでやってるか。うん。でやると、できると思いきやできないんですけど、これ、x フォームって、デフォルトが、 オブジェクトスペースだけな、だった気がするんで、こうやれば完成ってとこですね。ワールドスペースフラグをつける。で、とこで、これでまあ完成っちゃ完成なんですけど、まあちょっとつまんないですね。ので、一部分だけ API を使って、えー、取得してみようと思います。この CMDSLS じゃなくて API 側の LS っぽいのを使ったりとかしてやってみようと思いますまあここで終わりでもいいんですけどねこっちの方がまあ分かりやすいしあこれで選択してこううんじゃあちょっと API 側で軽くやってみましょうかうんじゃこれはちょっと置いといて 新しく作っちゃおう。で、次に API でやっていきましょうかね。よいしょ。あ、大きい。で、えっ、ー、と、まずターゲットシェイプは同じです。ターゲットシェイプに入れるようにして、えっ、ー、と、次に SL でオープンマヤこの Python API 2.0だと、まあ、2.0じゃなくても一緒ですけど、 mglobal っていうのを使います。t i ブ selection list. うん。これで同じように、実は取れてます。うん。ただ、取れてるかどうかって、この API ってすごいわかりにくいんですよね。なので、もう、何章何工程かやった後にようやくわかるっていうのがあるので、そこがちょっと良くないかもしれないですけどね。はい。で次ダグパス、次、dag pass. えっと、オブジェット、セルツケットコンポーネント。うん。これで、えー、このオブジェって方に、この選択した頂点のコンポーネント、これが入ってます。実は。わかんないけど、見えないですけどね。で、0番なんで、この、この本体のダグパスもここに入ってます。なので、ダグパス、フルパスネームで確認すると、 まあこのソース側。これソースって名前になってるんですけど、ソースシェイプが入ってます。で、次。fn コンプ。え、ほめつ、mfn シングルインデックスとコンポーネントにコンポーネントを入れる。で、これがあの、えっと、インデックスだけを取る。 インデックスっていうのはこの ID ですね。このバーテックス、これ36ってなってますけど、これを取るだけの機能です。37。うん。で、IDs。で、えっ、ー、と、FN コンプ、GetElements。で、中には選択したこの ID だけが入ってるってとこですね。うん。で、これで大体準備完了で、あとは FN メッシュから、 消滅 MFN メッシュで、えー、こっちのダグパスを、ソースのダグパスを入れると。うん。で、あとは4分で回す。レンジ、レン、これ、この IDs にこれ、MINTRAE 入ってこれ、まあ、まあ回すこともできるんですけど、昔やって、このままあの、永遠に止まんなくなった、 時があったんでちょっと自分は今できるかもしれないですけど怖いからいつもレンジでこうやっちゃってますはいであとはバーテックスポイントこの頂点1個1個の位置を取得しますえフェンドメッシュゲットポイントえっ、ー、と IDs のはいで ススペース K ワールド一回取れてるか確認しましょうか。よいしょ。うん。なんか取れてますね。はい。で、えー、次に、クローゼストポイント。えー、っと、これは、よいしょ。えー、さっきの関数を使います。なので、これか。 インポーズは、えー、まあ、M ポイントのままでも良さそうですね。M ポイント型でも。なので、ここに、ここで取得できたのって M ポイント型なんですけど、まあ、M ポイントじゃなくても、リストのこの3つの、えぇ、Translate X, Y, Z だけのリスト型でも大丈夫です。えー、ここで、 結局型変換してるのでなのでこのまま VTX ポイントをここに入れてえー、っとターゲットシェープ、まあ、これですねをここに引数に入れるっていうところですでプリントクローゼットポイントまた見てみましょううんうん何か変わってますねこの辺が で、最後に CMDSX フォームで、えー、設定する。0、VTX、1、フォーマット、えっ、ー、と、タグパスのフールパスね。えっ、ー、と、これはソースシェイプですね。だからやることはこのソースシェイプ、 v t、X、で、ここに ID が入るって感じですね。36とか。で、これがこのフォーマットなんちゃら使って、このフォーマット文ですね。演算子というか、うん。こうやると0番がタグパス、フルパスネームが入って、0番にですね。で、ID を入れる。ID 図。 この IDs がこの1番に入るっていうとこですねうんなのでフォーマットちょっとやっちゃいましょうかこれ入れてみるとまあこういうのが返ってくる VTX39 に対してクロー s ス s point を closes を設定する t イコールクローゼストポイント スこれで OK かな実行、うん、これで同じことができましたでこの XForm のままでもいいんですけどこれでもいいんだけども、えー、頂点数がかなり増えてくると Get すらも、えー、OM2 というかを API で取った方が高速になっていくかなと思います 比較はちゃんとしてないんで何とも言えないところがあるんですけど基本ゲットは API を使ってセットはなんか X フォームとかセットアタとかでやるといいかなっていうところですねまとはいえあの入門編側で言ったように結局かなりの頂点数になるとプラグイン C プラプラにとかでやっていかないとまあお話にならないときもあるのでまそこは どのぐらいの頂点数を扱うかっていうところと、まあ、仕様ですね。によって、どうするかは考えていくといいかなというところですね。このぐらいの頂点数だと、なんだろう。よいしょ。でこれちょっとターゲットシェイプにしましょう。ターゲット。うん。よいしょ。うん。まあ、全然、快適なスピードですね。 まあどのぐらいにしたら重くなるかってちょっと今はできないんですけど、うん。まあこんな感じで、この頂点量、いちいちこう手で、まマージ、一旦コンバインしてマージでもいいかもしれないですけど、これの良い点というか、まあヒストリーがたまらないし、ま部分的にもこうできるので、まあ一旦近づけてからとか、うん、一時的に、まぁ繋げて確認するとか、 っていうのにかなり便利かなと思います。ちょっとずれ、ずれ、こういう微妙なずれとか、最後にパチッと直そうっていう時とか、いいかもしれないですね。こうやって。まあ、微妙にずれてるから、これで実行であったっていうところですねで。あとはコンバインして、マージ、ヒストリー削除。で、こんな感じ、3番を押してみても大丈夫そうっていうところですね。 っていう、こういう結構スナップツールが簡単に、簡単にかわかんないですけど、作れるので、これはあの、マヤの CMDS の方だと、まあ、作るのは厳しいと思うんで、ぜひこれも試してみてください。はい、今回の動画は以上となります。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。